く流浄の青葉の嵐青君よ、矢作の流れまさに見よ、勲は高しこの力、岡崎これは我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣じゃ。鎧の色も赤備え、誰が呼んだか、戦場の鬼、我が名は井伊直政。地有権利と人は言う、人格者とも人は言う、そんなことないと思う。小牧長久手の激文では全ての武士をも動かした。武功派の言う、我が名は榊原康政、サインは後でな。うわぁ、せ
先祖伝来主君に仕え松平の神守護だ。さだきこれより家康公の御為にと従いしは一向一揆を収し一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみと名付けられし戦国最強の武将、我こそ本田忠勝。さあ明智王様、四天王の神狩りは家康公の片腕とは誰が呼んだか、それがしは幼き友のお目付け役、冷静沈着切れ者とは三河武士の鏡とせ徳川四天王筆頭酒井忠次。この命徳川のために、
冷凍家康と青森武将隊止め。どうも皆様こんにちは、我々グレート家康と青森武将隊でございます。何言うとるか分からんか。わしは変わるか。いや、今言っても変わらない。大丈夫です。いや、そうだな。皆さん、こんにちは。我々グレート家康と青井武将隊でございます。さあ、やろうかな、あのギャグを。そうじゃな。やらないとは言わせませんぞ。初めての方は真似してくださりませ。そうじゃ。参ります。中野なら、中野ではどう？お待たせしました。ポカン。そうじゃな、まだちょっと初めて見た方もおるかもしれませんからな。うん。じゃあ、もう2回チャンスがございますので、全力で参りますぞ。流れなら、泣くまで待とう。おかかかかん。さあ、いくよ、最後。流れなら、泣くまで待とう。ほんとにせー。さあね、あの気が向いた方は、友のような舞をね、披露されてみては、良いのでございましょうか。絶対嫌なんじゃん。絶対嫌なんだ、これ。それは嫌なんだ。ありがとうございます。サービスショットでございます。さあ、皆様、ついに、6月も、今日で、終わりということで、今年あと、ね、もうあと半年ということでね、明日から。早いですな、年取るっていうのは早いことですな。我々もね、400歳超えてね、私も今年で439になるということでね。そうじゃな、まあ、今は最年少じゃないかな。そう、でもまあおばちゃんの仲間入りでね。おばちゃんの、ここから仲間入りや。こっから仲間入り。楽しい。そうなんだ、そうか、そうか。まあでもな、だいぶ年はな。そうじゃな。そうじゃ、食いましたけど。でもって、明日7月に入るにあたって、なんかすごいことが起こるらしいね。何が起こるんじゃ。我々の舞台のチケットの発売日でございます。チケットの、チケットはちょっとスルーでいきましょう。いやね、我々のチケットを明日から、この岡崎公園内ですと、はい、観光土産店の方で販売されまして、ちょっと注意がありましてね、まずこれで並ぶでしょう。で、券を買うときに、はいはいはい、1回6枚まで、そうですね、うん、で1公演6枚までですな。そうそうそう。で、1回に買えるのはあの午後と午前の分で6枚ずつですが、1回で12枚まで買えるということでございまする。およ、そうでございます。あったらね、12枚まで買えまして、そしてもしそれ以上欲しいという方は、欲しいなって方がスススススススと後ろに並んでいただいて、はい、しばし待つということで、そうでございます。もしかしたら2回目だとちょっと買えん可能性もございまするけれども、そちらの方はご了承くださいませ。ぜひぜひ皆様方に見に来ていただきたいのでな。そうですね、ぜひあのお待ちしておりますので、はい、はい、ではここからは、暑いですが皆様に、存分に腹筋を6つに割っていただきましょうかな。武将がやる、笑点武将点のお時間でございます。さあ腹筋を6つに割っていただきます。本日はちょっと特別に、通常ですと大体3名か4名の方が、武将が前に出て武将点を行いまするが、本日はミラクルスペシャルくるくるり、全員で、まあ、くるくるりんのな下りも全部スルーでいきましょうね、うん、全員で武将戦行いますので、早く言えば誰がどう当たるかわからないというそういう世界にございます。あ、誰が出るか決めんということね。そう、そんな本日は、あいうえお作文。あ、久しぶりですな、うん、最近掛け言葉ばっかだったけどね。あいうえお作文でお 題、お題は、まあ、明日発売の舞台の3文字と、舞台の、名前がね、あのこのロード、この命、徳川のためにというものでございますので、ド、ドのこの2つ、うん、でさらに、テーマは、まあ、暑くなってきたので夏ということで、夏テーマが夏、テーマが夏ということで、夏やってまいろうかと思いますが、では早速そこまで、そこまで、まいりますよ。これ誰が当てるかはもういいなの、もう本当そう気まぐれ、もしかしたらそこのあなたが当たるかもしれませんよ。ああ、俺は面白い、そのちょっとドッキリなんじゃないですか。では早速まず最初、お舞台で、テーマは夏、早速参りましょう。舞台3文字、舞台テーマが夏。うわ、これ怖いな、誰がいるんだろう。では参りますぞ。舞台の部を酒井殿、ちょっと完全に油断してみました。ちょっとめちゃいいよか、うん、なんか今撃たれた感じがありましたけど、舞台の部頑張れ。そういう舞台の部、舞台の部頑張れ、今夏だ。ブランドにもなる徳川の、おお、難しい、難しい、ブランドにもなる徳川
つもなんか言葉遣いが難しいですよ。あーではお次どう頑張ってまいりましょうかの舞台のタオチーズ。ちょっとじゃあタモリのモノマネで。いいとも。でもいいよ、ちゃんと前取ったね。いいよ、ちょっと稲が振る前にもうあのフライングでやってしまった。マイク、マイク。あ、そうだよね。すまん、すまん、真面目にやる、真面目にやる。そうだよね。さ、ランドにもなる徳川。タオルも新発売で。お、ブランドにもなる徳川のタオルも新発売で。おお、さあ、お題の夏がどっか行っちゃった気もするが、最後、どうなるのかの、最後、舞台の意を挽回、ラスマ様。忘れ、この流れで忘れ、挽回じゃ挽回。頑張れ、ごめんか。1万円で10本買えるよ。まあそうじゃけど、まあ確かにそうじゃけど、納得されて終わっちゃったけど、何1万円からしか売ってないのかな。いや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 、10本買いなさい、1万1000円じゃから。はい、皆様これは忘れていただいて、うまいこと言ったよくねえな。もう一回チャンスくれる、もう一回立て直します。切り飛ばしてシュートということでね。はい、滑ったわし今、全力で滑りました。客の偏差値がちょっと低いから喧嘩するな。そうだな。次もう一度お願いいたします。はい、次はロードで、お題変わらずなしということで。おロード参りますぞ。題名のロードですな、わしらの舞台の。うん、では参りますぞ。ロード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 じゃからな、参りますぞ。ロードロードのロをいいドロ。6月も終わり。おお綺麗。おうまいな。6月も終わり。ではお次参りますぞ。ロードのおぉ森津殿。おぉどうなの。おじゃって。おいおいおい、しかもそんなちっちゃい声振るな。聞く人は完全に間違えとるんだ。お菓子しか言わんわ。もうだそうです。 お母さんと一緒に行った。お母さんと一緒に、お母さんと一緒に行った行った。6月ももう終わり、お母さんと一緒に行った。さあ最後何になるでしょう。ロードのどぉシュー。おマジDo you like 武将？何言ってかよ。今年完全にあちらのお客様に向けたじゃん。ちょっと違うか、違いますか。Do you like 武将というか。Do you like 武将？そうなんじゃ。あとわし、ちょっと一個だけ気づいたことあるか。わしらな、こうやって武将隊謎かけとかいろいろやっとるんじゃけどな。本田殿が言うときだけ音響さんがダダンって言ってるんじゃん。完全にちょっとなんかな。ちょっとなんか賄賂かなんかやっとるような感じですと。しかもな、お客さんが田中君の前にちょっと襟をこう締めた。そうなんじゃ、音響さんも味方にするんじゃよな。そうなんじゃ、さすが私たちチームだよ。ちょっと気づいとったんじゃよ。ではお次の武将って一体どんな風に腹筋が割れるのでしょうか。次回もお楽しみに。お後はよろしいのようで、ありがとうございました。さんじゃ、よろしかった。もういいよ、もうね、どういうわけにバーカイできない。お客様もな、お母さんと一緒に行ったが良かったですからな。あれが良かった。